第、2幕というかですね、次にですね、日本ホメオパシー学協会会長の、ゆいさんの、講演を、していただきたいというふうに思います、ビデオとかそういうのをお使いになられるということなので、まあ、そのあたりを、ご了解の上、ご覧ください。では、よろしくお願いいたします。はい、ゆいとらこでございます、私あのとらこって名前ですけどヘビー年で、当年とって60になりました。私あのホメオパシーで出会って、潰瘍性大腸炎という難病が治りましてね、こんな砂糖玉で治るんかいなと思いました最初は。でも治ったんですね。そこからまあ勉強する気になりまして、5年間英語とラテン語の中で勉強してまいりまして、18年前に日本にホメオパシーを持ってきました。ホメオパシーというのは原因となったものを希釈浸透します。原因となったもの、例えば胃炎病でパキシルが原因となったらパキシルを希釈浸透して与えればそのパキシルを取っていくことができるという、こういう療法なんです。ですから福島の原発漏れがあって、そこに、プルトリウムやね、セシウムが漏れたならそれを希釈浸透したら夢ではありますので、それを取っていただきたい。だが故にですね、全く物質がないので、とんでも科学、とんでもトラコと言われてますけども、まあこの壇上に、わざわざ内海さんが呼んできていただいてですね、とんでもになるとは思いますが、ぜひ見ていただきたいと思います。ホメオパシーというのは希釈浸透した刺激物を与え、そして自らが自己治癒力を使い本来の自分を取り戻す、自分自身の自己注力を動かないと何ともならないわけです。病院はやっぱり緊急病棟とかそういうのには検査には本当に必要な場所であります。ただし慢性病にはあなたの自己注力を動かない限りは治っていくことはありえません。ホメオパシーの父ハネマンさん、今から250年前に生まれた方ですが、この方はお医者さんでしたけどね、当時の瀉血だとか当時の薬草は毒ばかりを使っていて、自分が、健康にしようと思った人はことごとく死んでいったと。こんな恐ろしい治療をやるために医者になったわけではない。そこで、その薬草の毒のもある薬草を天文学的に希釈浸透して砂糖玉に垂らして与えてみたらばよく効いたというのがホメオパシーの発端で、ホメオっていうのは同じです、パシーっていうのは苦しみです。苦しみと同じものを希釈浸透して与えるっていうのが、ホメオパシーですね。ハネマンが持っていたホームキットですね、ここには250種類のホームキットがありまして、風邪ひいたらこれ取ろうか、下痢したらこれ取ろうか、これしますとね、妊娠中の妊婦さんでも風邪ひいても薬を取ると、子供のね、ちょうど胎児がですね100倍の速度で、発達している時にですね薬を取りますと100倍の害になりますので、ぜひね健康を考える方はこのようなホームキットを持たれていただきたいと思います。私たちの根底にあるのは症状はありがたい、症状は病気じゃないです。病気の結果出てきているので、熱はありがたいし下痢もありがたいし吐くのも、もうイボもね、織物もみんなありがたいんですよ。出すものはどんどん出していきましょう。ですからそれと同じように感情もありがたい。統合失調症になっている方々は感情さえ湧かなくなってしまう薬のせいでですね、人間というのは一日のうちに怒ったり泣いたりわめいたりたまには喜んだり、これが人間なわけです。だから感情はありがたいんですよ。だから感情は悪いわけじゃないんですね。自分を責めて責めて責め抜いて結果的に鬱になっている人が、外から責められても鬱にはなりません。自分が自分を責めるから鬱になるわけです。ですから自分を責めることをやめない限りは鬱は取れないと私は思います。そして古来から日本にあった同種療法を見ましょう。ヒリヒリにはヒリヒリです。喉がヒリヒリするときには生姜湯、ヒリヒリしますね。熱には布団をかけます。卵酒を取ります。熱には熱です。やけどをしますと蒸気をもう一回浴びます。やけどの患部にそれをやりますと、必ず水ぶくれになりません。凍傷には雪の中にもう一回突っ込みます。ですから冷やさない、温めない、同種でやっていくことによって自己注力は動くということを昔からやっていたはずなんですね。世界のホメオパシー、インドではホメオパシーは他のどの療法よりも多くの確率で病気を治し、より安全であり、それは疑いなくより経済的であって最も完全な医療であると、マハトマ・ガンジーが第一学にしたのが、インドではホメオパシー・アーユルヴェーダ、現代医学は第一学ですから、がんになったらどこに行きますかって
言えば、あ、どこでも自分が好きなとこに行けばいいわけですけども、こうやって100以上のホメオパシー医学校があります。で、その医学校の隣には、ホメオパシー病院があります。そこのホメオパシーの病院では、眼科にしろ、ガイナコロジー、小児科、皮膚科、すべてがホメオパシーを使った治療をしてくれます。このようなものが100以上の病院、ホメオパシーの病院があります。イギリスには今3件のホメオパシーの病院がありまして、クイーンの主治医は、このホメオパスという職業を持っているお医者さんであります。で、クイーンの講義犬ももちろん、馬ももちろんホメオパシー使い、また、チャールズ皇太子なんかは、植物にもホメオパシーを使ってあります。私のケースをまず見ましょう。これを指がですね、この方はもう腐ってきてて、病院でもう切断しようと。骨まで達しているので、もう無理だと。で、前のホメオパスをやってたんですけども、前のホメオパスが私に監修を求めてきましたので、で、このタイムラインをこの方見てますと、この指で多分コーチゾンクリーム使ったんだろうなと思うわけですけども、アトピーがすごくありましてね。で、だん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 エースをしてますね。そこでですね、私が、この段階で2月4日の段階でこの、抗生物質を入れられたもんですからこんな変形しちゃったわけですね。やっぱり海だらけでですね、一回少し切ってみたらもうここはもう中身ダメだよと。だから第一関節第二関節は切ろうかねっていう話だったんですね。じゃあちょっと待ってくださいって感じでコーチゾン原因となったものをこの海腐らしたのはコーチゾンクリームだと思ってますのでコーチゾンを希釈浸透したコーチゾンの 30C 30C っていうのは10の60乗ですから銀河系に涙の一滴の薄さなんですよ。で何も入ってないんです。でプラスヘパソーファという硫化カルシウム、これは海を外に出してくれる、いわゆるミネラルです。体内ミネラルです。これが足りませんとカルシウムや硫化カルシウムが足りないとどうしても海がですね外に出ないのでこれを、朝晩朝晩ずーっと徹底して取ってもらいまして、それから何の音沙汰もなかったんでいやあの人やっぱり指切ったんだねって言ったら突然3ヶ月後にショップに現れましてね、指どうしたって言ったありますよって出してきてくれたのが3ヶ月後でこの方はね実はピアニストなんですよ。んで指切るとですねえらいことになってこれでまあ今ではもうバリバリ指ピアノができるようになりましてね本当に良かったです。こうやって自己治療を使っていらないものをどんどん外へ出していくことはできますね。このメスのシーズー犬っていうのは可愛かったのにですね、だんだんもうすごいアトピーになっちゃって、えらいことになっちゃったんですね。で、当時犬の9種類のワクチンのリメディまだ作ってありませんでした。で、人間の9種類のワクチンのリメディがありまして、まあいいわ、犬でもワクチン病だからこれ。私はもうこれ見ると出血が出る皮膚病、それから海と出血が一緒に出る皮膚病、これはワクチンの中の水銀病です。ですから、人間のワクチンを希釈浸透したものを9種類をそれを与えたわけですね。そして免疫を上げるために、回線っていういわゆる病原体を希釈浸透してます。それから牛頭菌を希釈浸透してます。これを朝昼晩取らしたわけですね。そしたらズルムゲになっちゃったわけですね。この時点で飼い主に捨てられましてもうしょうがなくてこちらで受け取ることになりましてこれでまたこれを続けて取ってましたらばこんなに綺麗な犬になったわけです。で、その飼い主がホメオパシーをやってるもんですから来たんですよ。あれ？この犬、私の犬でしょって、そうよって、あなたが捨てた犬だよって言ったら、これ、可愛いから持って帰るって、持って帰りましたけどね。なんか犬っていうのは可愛くなったり可愛くなくなるとやっぱ捨てられるんで、いつも可愛い状態にいるためには、毎年毎年予防接種をするのをやめましょう。これは、やらなきゃいけない問題じゃありませんので、する必要はないと思います。これは、遺伝病です。予防接種病ですね。次、植物です。この植物っていうのは、こうやって油虫がね、来るんですよ。バラが好きで。で、ブチブチって、もう、アリがですね、この油虫を背中におんぶして持ってくるんですよ。で、油虫がこうやってこう、汁を食べるでしょ。で、そうすると油虫から出る油をまたこれ、アリが食べるんです。飲むんですよ。だからもう共栄してるわけですね。ほいで、もうこれはしょうがないなと思って、シミシフーガという、サラシマショーマっていうのがあるんですね。で、それを 30C ですから、これも10の60乗で希釈浸透してます。銀河系に涙の一滴ぐらいの薄さに何も入ってない。で、それを、水の中に入れて、タトウダモですよ。
それでこうやって振ってスプレーしたんです。で1日目でもうこれ18日ですから3日経った後ほとんどいないんですよ、ここに。まだちょっといますけどね。ほいで、5日経った後はもう全然いません。それどころかバラの花の茎がゴーンと大きくなりましてね、アブラムシに座れないので、ぜひ皆さんシミスフーガを取られてください。シミスフーガってのはどういうものでありますかというと、結局自分はダメな人間であり自分は罪深いというのがテーマにあります。なんでこんなこと言えるのって、サラシマ・ショーマがそんなこと言ったのってみんな言うかもしれませんけど、ハネマンさんの時代っていうのはサラシマ・ショーマだろうが水銀だろうが何だろうが全部人体実験してるんですよ。で人体実験して毒物学をやって、どういうふうな体調になったのか、どういうふうな精神の感情出てきたのか、こう全部書き取ってるのは、そのマテレメディカってこんな分厚いんですよ。この机から机ぐらいまであるんですね。で、それを4年間かけて、まあ、ホメオパシーここにもいますけども、みんな学ぶんですけどもね。で、こういう症状を起こすものは、その症状を取っていくというホメオパシーの原理がありますので、で、このような、バラがですね、自己否定をしよったら、自分をいじめよったら、こういうのに負けてしまうんですよ。だからバラもしっかりと生きなきゃいけません。そのためにサラシマ・ショーマがすごく良かったんですね。こういうなんかへんてこなこと言うでしょ。はい。次に、私の最も研究、長い間、18年以上の研究してきたのが、発達障害、自閉、多動、このようなケースなんですけども、この子たちに原因となったと思われる日本人の子供が取られる当時9種類でした。この9種類のワクチンを想定し、9種類を希釈浸透してホメオパシーのリメディを作ってこの子たちに与えてきました。そしたら時期にですね、この子たちが目を合わせるようになったりいろいろするようになった時に、これはすごいことになったぞと思いましたので、まあ18年間研究してから、私も発表するようになりました。発達障害のホメオパシー的アプローチ、本の中にも書かれてありますけど、 DVD お願いします。
で、このようにですね、早い時期にどんどん物も言えるようになるし、おとなしくなっていきます。暴れる子を電車に乗せるのも、特殊学校行くのも本当に大変で、お母さんはこの子らを連れて一緒に死のうかと言ったりしてましたけどもね、こういう子たちにもね、ホメオパシーの、リメディを、特に9種類の予防接種を使うこと、リメディを使うことで、朗報があります。次のケースはですね、キレート療法をやっていたんですけども、なかなかですね、重金属が出てきない、それでリメディをやってどうなったかっていうところです。見ましょう。これも発達障害です。単語は10個ぐらい出るわけ？10個以下ですね。ママとか言うんだけど、みんなにママって言ったり、ちょっと理解してないんですね。食事はあんま食べたくないんだろ、ママね。全然食べないんです。診断はね、はい、なんて言われてるの？原因不明の精神自体の発達のクレーム。専門家の人たちはみんな自閉症とは言います。離毒もやってるんですけど、それ何だろう？何の離毒？水銀と、あとは水筒？はい。あんまり人じゃないな。ああ。僕は時々規制を上げるんじゃないかな。ああ、言います、言います。怒らせたらもう手に負えなくて、規制もすごいし、また長い1、2時間ぐらいずっと怒ってるんですよ。この子にも、9種類の予防接種のリメディと抗生物質が非常に多かったので、抗生物質を希釈浸透した4種類をコンビネーションにして出しています。で、どうなったでしょう？これは？これ。これね、すごい。猫ちゃんだ。よし。血を飲んだあたりから、全身に湿疹が出て、ああ、そうなんだ。心筋炎が出て、できなかったんですけど、ズボンが、ゴムが緩ければ自分で脱ぐんです。熱出たんですけど、アコナイトの方を使ったらすぐに翌日で、40度ぐらい出たんですけど、すぐ床に。かなり。病院に寝かずに。うん。もう湿疹が出たりね。熱が出たりすると、この子どん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 知能が発達していくから。そうなんです。湿疹が出た後に、なんか変わり始めて。うん。こうやってめくって、こうやって、こうやってしかない。うん。いや、でも、ちゃんとこうやって見て、手をちゃんと。見てね。注視する。時間が長くなる。あらら。本当にちょっとあんまり激しくって怒ったり、今は落ち着いて。うん。江戸晴美の番組を見て、エンディングの時に、何でグーって言うんですよ。グーって言うんですよ。こういうこともできなかったんで、何もあった。真似てね。だらね。はい。だんだんですね、非常に喋れるようになりましたし、で本当にこうお母さんがいてくるのも分かるようになりました。でこういうふうに良くなった時には必ず湿疹があった時とか必ず熱が出た時です。ですから、物を言うようになるためには熱と湿疹出ないとなかなか物を言うようになりません。今回ですね、挙げたのはアルミナと、リン酸鉄を挙げました。なぜかというとこれ希釈浸透して 30C です。アルミナっていうのは、予防接種から入っているアルミナっていうのは、鉄と合体しやすい傾向があって、それで脳は別にアルミナなんか入れたくないんで、脳関門あるんで、アルミナをこう、排除できるんですけども、脳関門は、鉄はいりますから、鉄を入れようとして、アルミナも一緒に入れてしまうんですよ。で、そうなって、要するに物を言わなくなったと思いますので、マーキュリー、水銀だけが問題ではなくて、予防接種のアルミナも非常に問題だと思いましたので、このアルミナ鉄にして出しまして、結果ですね、この子の、重金属を見ていきます。アルミニウム、9種類の予防接種と、抗生物質のリメディ入ったとき、アルミニウムはキレートでは全く出てきませんでした。でも予防接種入れたときに18も出ましたね。それでアルミナ鉄入れたら27も出てきました。カドミウムというのは体に非常に悪いものですけども、キレートで 0.8 でした。それで、私が9種類をやったと、予防接種をやったと 0.9 まで、0.1 しか上がりませんでした。ところがアルミナと鉄を入れましたら 7.9 まで、排泄量が上がってきました。鉛は 0.6 でした、キレートでは。それでリメディでは 2.5 になり 1.6 になり、すごく、出てきていますね。鉛があると非常にこうね、発達障害には悪いものです。水銀に関しては 0.6 しか出ていかなかった、キレートでは。しかし、予防接種のリメディでは 0.2 上がって 0.8 になり、アルミナと鉄を入れましたら 2.3 まで水銀が出てきました。それでニッケルも、最終的に 8.3 まで、スズというのも 2.5 まで、
出てきまして、タングステンも 5.4 まで出てきました。で、ホメオパシーのリメディをやることで、重金属が外にどんどん出ていくっていうことがわかるでしょう。この重金属によって脳の破壊が起こってたっていうのがわかります。次の棒グラフも同じことを言っているんですけども、キレートではなかなか出なかったものが、予防接種原因となったものと、その中の予防接種の中の最も原因となったアルミナを入れることによって、こんなに自己治療が動き、いろんないらない重金属を外に出していくっていうのが、このグラフで見れると思います。そして9ヶ月後、この子は字が読めるようになり、トイレも一人で行けるようになり、言葉も出て、で、トイレに対して知らせるようになり、漏らしてたんですけども、それで友達の名前が覚えられるようになりましたし、素晴らしい結果になったなと思っています。結論として発達障害の原因となったものを、9種類の予防接種を特に希釈菌として与え、あと水銀とアルミナをまた与えることによって多くの改善率が見られました。私はこれ99名の発達障害児ですけども、今は167名の発達障害児をやってます。当時、私が統計取ったものが99名でした。これを全部改善した、健常児になった改善、顕著に改善を入れますと 91% が改善していきました。次に、心の問題として、私たちが、昔、親に言われてですね、非常に傷ついた。私なんかはお腹に3ヶ月の時に父親死にましたので、お前さえ生まれなければこんな貧乏にならなかった。お前を降ろそうと思って泳いだんだ。意思持ってうんうんってやったんだけど、お前は降りなかった。お前はイラン子なのになんで生まれてきたんだと何回も言われて、結果的に私は自分はイラン子だ、イラン子だと言って、ここの心の傷をずっと持って生きてきました。そういう苦しみを持った方々に、ホメオパシーやまた療法がありますので、この罪悪感、自己否定感の人たちがリメディを取った後にどのようになったかをダイジェストで見ていきましょう。どうぞ。自殺したいんですけど、それよりも消えてなくなったらいいのって思っちゃって、このこれがあったことって思っちゃったりするわけね。それを自分を責めるわけだよね。それは自分自身にもそう思ってたわけでしょ。自分なんかいなかったら消えてなくなればいいと思ったんやね。なんか一番お金の大変だった時だったみたいで、私が妊娠した時、だから母からは私をね、産むのをやめようと思ってたから、橋の下から拾ってきたとかいろいろ言われて、いない方がいいなと思って、苦しいんだよ。だってこの子発達障害、もう一人は脊椎二分症だから大変だと思う。だからこの苦しみがあるっていうのはそのまま受け取っていくこと、いいんだよ。ね、優しいからね。今母さんが泣いてね、いろいろ話してるんだよ。ほら、こういう感情もこの子は分かるんだよ、母さん。自分は 何どうしていきたいのって思ったら、自分がこう乗り越えてきたことを、もし同じお母さんたちで悩んでいたら、その辛い思いや話を聞いて寄り添っていけたらいいなと思って、本当ゆい先生に相談会で、いいんだよって言ってもらって、初めてこう生まれてきてよかったなっていうか、ほっとできた。受け入れてくれる。生まれてきてよかったと思ったんだな。ああ、よかった。ほどか。それすごい大事な感覚だよ。自分のお父さんには苦労したみたいだね。35年間仕送り指導しちゃったわけ。ずっとしてましたね。若い時言われたんです、先輩に、仕送りすれば親っていうものはこのためにちゃんと貯金しておくもんだから大丈夫だって言われたんで、ああ親ってそういうもんだなって、そうですね。預けてるところなんですけど、そこ行ってそれ何百万があるよねなんて言って、それまあチェックしてもらったんですよ。でも全くないって言って、お金があるなしじゃないんですよ。この父親が俺のことを思ってくれてたかっていうことなんですよ。そうは思いませんでしたか。思いました。思ったですよね。今でも思ってます。そこだ。腹の底からこの人を許した時に、この
縁が切れるんだ。そしたらね、すごく楽になるよね。だからそうなるためにどうしたらいいかって、もう徹頭徹尾許し続けるしかないの。いろんなこと、いろんなことを考えていって、自分の中で最終的には産んでくれたことを感謝できるようになっていくと、あなたの骨は蝕まれないだろう。できそうになった。でも道はそれしかないんだ。それしかないんだよ道は。もう悔しいけどさ、許したかね。前みたいになんかこう切り切れっていう、こう怒りみたいなのがなくなった、なくなったような気がします。親父ほど思い出して切り切り怒ったりね、あのそういうこといっぱいあったと思うんだけど、それはだいぶなくなったんだよね。そうですね、なんかこう奥歯噛むようなこともなくなったし、歯を食いしばることもなくなったよね。じゃあね、それに対してね。そうですね、うん、じゃあ許したんだよ、そうなった。親父、そうですか、うん、よかったよかった。それとともにが背中のさ、そのね、眼症はさ、すごく良くなったんじゃん。歩けるっていうのはこんなに嬉しいよね。嬉しいですね。車椅子になったりさ、入り込まなきゃいけないって耐えられないよな。最初そう言われたんですよ、車椅子から。だけどね、よく歩けるなってよかったな、あなた。だから大事にね、体を。そうですね、うん、今まで無理してるからさ、これがちょっと大事にしたのやってね、はい。でずっとちょ家にいるわけだ、仕事今ないから、ね、うん、何してるの？何もし、ただインターネットやったりして、うん、ただいるだけって、誰とも関わってないし、うん、ね、まあ私もあなたと同じだったから。いや本当や、もう絶望感まみれて、生きる力もなくなっちゃって、もう死んだ方がいいと思ったしな、ね。来るんだよ、いいかい、うん、よし泣けた、よかった。なんか感じ変わったな。よくやしないんですよ。うわ、素晴らしいじゃん。ある日、今までこう置き去りになっていた自分に対して、うん、置き去りにしないからって、もうちょっと一緒にいるから大丈夫だよって思ったら、すごいバーって涙が出て、あ、できたんだ。そこだよ。私は別に一人でいるっていうことはすごく幸せだな、うん、まあこのあなたがね、えらい、もうね、それは何も怖くないよ。というのは、一人でも楽しくいられるっていうのにね、その境地まで行っちゃったら何にすがることもないじゃん。どうもありがとうね。はい、ありがとう。こうやって泣けたり怒ったり本音が言えたり、そして療法家はこういう人たちと共に共感をできる愛ある治療家にならっていただきたい。そして心を開かすことがとても大事だと思います。日本ホメオパシー学協会では、2009年でありますけども、こういう回答数が342年ですけども、今の手相が改善されましたか、 85% 改善された、今の心は改善されましたか、 82% 改善されたと言っています。日本のホメオパシーで、私の学校 CH 本っていう学校では今600名が、勉強していまして、600名の、卒業生が全国におりまして、300箇所にホメオパセンターがあります。東京ホームセンターにも、1日、大体そうですね、50名ぐらいの方々がおいでになるセンターではあります。併設クリニックも高野先生によって、検査も一緒にしていただいて
されてます、結論、ホメオパシー割り目でを用いて自己注力を触発し自らが健康になる方法である。ホメオパシーの原理は同種療法であるので薬の害でなったらその薬を希釈浸透すること。リメディは希釈浸透されたパターン情報だけであってそれが脳が受け取りそして自己注力を動かしてそのいらないものを、消化酵素で溶かしていくだけの力ができていきます。それで老廃物が出ますので必ず好転反応ができます。ホメオパシーは体だけでなく心魂も響き、人間全体を地に導くものであります。ホメオパシーの恩恵が全てに降り注がんことを万物生命そのもの自体に感謝し命そのものを生きられんことをありがとうございました。ユウさんありがとうございました。非常に興味深い DVD の、数々でしたけれですけれども、次、ごめんなさいね。またその3つのですね、質問を用意しておりますので、ぜひですね、ユウさんに、お答えいただきたいというふうに思うんですけれども、まずですね、その、先ほどからずっとですね、希釈っていうことを言われてますけれども、そのホメオパシーの実践法を実際に観察すると、まあ、やられたこととかある人とは分かるかもしれませんけれども、成分が、要するにほとんどないというのがまあ基本的な話になりますね。で、それがなぜ効くのかという話になった時にこれは要するにプラセボ効果ではないかと。要するにプラセボっていうのは日本語で言うと思い込み効果ということになりますが、それと変わらないからそれ意味あんのかという話が必ず最初に出てきます。で、僕はもうこれ非常に時代遅れでね、もう全くむしろ非科学的であるというふうに今思ってるんですけれども、まずこの件に関してユイさんどのようなご意見をお持ちかということをぜひお答えください。思い込みで良くなってもいいじゃないですか。ただし、ホメオパシーは思い込みではありません。赤ちゃん、動物、思い込まそうと思うんですけどね、赤ちゃんにイカこれ効くよって言ってもなかなか効く耳はわかんないし、動物にイカこれ効くよって効く耳ないし、植物にイカこれ効くよって効く耳ないからですね、勝手に効いちゃったわけですね。ですから、やっぱり思い込みではないと思うわけですけども、世の中には困ったことに、だいたいホメオパシーを信じたくないという人がいまして、またホメオパシーが広がると困る、意図的にホメオパシーを偽、衛生、とんでも医学にしようと思っている人がいますね。こういう人たちがいるからいくら説明しても心開こうとしませんので無駄かなと思っているわけです。やっぱり現象がですね、出てるわけですから、その現象っていうのは臨床をやっていて効くという現象です。現象が科学よりか劣るってことはないと思います。早く科学者の方々ついてきてください。希釈浸透したらどうして効くのかよろしくお願いします。いろんなことをこう今まで誹謗中傷、良いトラコと入れるとものすごい誹謗中傷がありますけども、その中で私たちのように、心や魂なんて言っちゃうとまたどこにあるんだ証明しろといろいろ言われたりしますけども、それでもですね、私たちが熱があった時にですね、アコナイトというトリカブトを希釈浸透したものを取ります。そうすると一足積みに熱が下がっていきます。これをもう目の前にもう二十何年この仕事してますので、やっぱり見てしまうと、第一、私自身が潰瘍性大腸炎でヒ素を希釈浸透したものとがん細胞を希釈浸透したものをもらいましてね、全く同じ砂糖玉の形状なんですよ。ここで怪しいなと私は思ったんですけど、50ポンド払いましたのでもったいなくてやっぱ取ったんです。で、それからですね、40点何度の熱が10日ほど続きまして、その後から血便が止まっていったっていう劇的な治りをたったですね1ヶ月で私の潰瘍性大腸炎に治ったんで、あんなに2年間もう幽体自殺もして死にかけた私が、だからもう信じるも信じないももうこの現象を見た私は強いのです。だから何言われようがどうぞ言ってくださいって感じでしょうか。ちょっとだけ補足しますと、波動医学という考え方がありますけれども、ホメオパシーにもそういうふうな理論なんかが横たわっているんじゃないかと。他にもいくつかのことで今科学的に本当の最先端の科学の分野ではそれでホメオパシーを分析しようという流れは出てますが、まだ言われているようにちょっと追いついてないかもしれません。で、じゃあ次の二つ目の質問に移りたいんですけれども、ホメオパシーというのは特に何ですか、日本よりは海外を中心に、ハーネマンが創始したので当然なんですけれども、いろいろ普及してきまして、歴史的に言うと1900年代中心にかなりこう効果を上げてきたということがあるんですけれども、それはもうきちんと勉強しないとすみません、わかりません。で、しかしですね、現実的にはですね、朝日新聞のバッシングとは非常に有名だったんですね。
で、そういうことがあって、まあ、さっきより言われたように誹謗中傷とか迫害されてきたというようなことがあります。で、まあ、そういうことなんかも含めて、なぜそういうことがあるのかとかですね、まあ、朝日新聞でなんでそんなことをやられるのかということについて、どういういきさつとかですね、そういうのがあるのかというのをぜひ、教えていただければというふうに思います。ぜひ、毒と私の本を、これを読まれますと真相がありますので、読んでいただきたい。これは、朝日新聞が、私たちを無実の罪に落とし込めて、そして、8ヶ月経っても、まだまだ誹謗中傷が終わりませんでしたので、真実を書こうと思いましてね、厳冬者と話をして、私のところも出版社ありますけど、そんなところ出しても誰も見ませんので、あれはもう、宗教家がやってることだとか言われますので、厳冬者に頼み込んで出していただきまして、で、これ出しました。そしたら出されると困る人たちがいっぱいいたようでですね、この度のこういう事件というのはメディアとそれから、製薬会社と医療関係の方々科学者の方々が、四つ揃えになってですねタックルを組んでホメオパシーを潰そうとしたわけですね。まあその第一に、ホメオパシーは高等無形と日本学術会の会長の金沢さんがそのように言いましたけども、この当時の金沢さんはお医者さん出身なんですけども、抜針が起こる1年以上前に日本にホメオパシー持ち込んだ民間の女性がいるんだよ。その人が一生懸命やってるからホメオパシー広げようと。これ対策せないとえらいことになるぞと。まあ私のことを危惧してたようですけども、私は後に知ったんですけどもね。ホメオパシーを潰すようにイギリスの、科学者から言われたようですよ。で、その命を受けて、金沢さん一生懸命やったわけです。金沢さんも一生懸命、なぜなら利権があるからですね。私たちのような自己治療を触発して自ら健康になるようなものが広がってしまうと、みんな恐ろしい注射もしなければ薬も取らないじゃないですか。そうなったらこの利権、33兆円の利権は、ホメオパシーに取られてます。そんなのいりません、33兆円も。だからもう偉いことになってですね、私たちをすごくこうね、嫌うようになって。で、結構このちっちゃいおばちゃんにですよ、私一般のおばちゃんでですね、このおばちゃんに対してこれだけの総出で、攻めてきたわけですね。で、その中で必要に朝日新聞はホメオパシー叩きをしたわけですけど、ビタミン K2 を与えなかったうちの会員さんがいまして、日本ホメオパシー医学協会では、獣医さんもいれば、歯科医師もいれば、お医者さんもいれば、普通の医師も、木こりもいるし、いろんな人いるんですよ。ホメオパシーっていうのは一からの勉強ですから、皆さん一から勉強しなきゃならない。医者だからって途中からポンと入れるってわけじゃないんです。ホメオパシーの医学は全くお医者さんと違う別の体系の医学でありますので、やっぱり一からやらざるを得ないわけです。で、やってる中でですね、助産師さんもいまして、その方は優秀な方でね、で、その、ビタミン K2 で死ん、がなかったから死んだんだと言われた方は、そこはうちの会員さんだったんです、その親御さんは。で、最初に産んだお兄ちゃんの方も、ホメオパシーのリメディのビタミン K を使ってやり、だから必然的に2番目もそうなったわけですけども。で、大体ビタミン K2 をどうしても出さなきゃいけないけど、なんで国で出さんかいって出さなきゃこれ法律違反だって言えばいいんですよ。それもやってなくてですね、出さなかったことだけをこうダメだ、ダメだって言って、それで結局 K2 で死んだかどうか死亡診断上も見られないっていう状態で、彼女はその中にこう落とし込めて入れられてしまったってことですね。長い間、朝日新聞と金沢さん、それから唐木さんですね、この唐木さんは当時の、学術会の副会長ですけど、この人、すごいこう、優秀な、すごい、バックグラウンドを持ってる人なんですよ。遺伝子組み換えの食品を日本市場に入れたりね。それで、狂牛病の感染の疑いがあるね。アメリカの畜産物をね、日本に導入しようとしたりね。なのに、宮崎のね、口蹄疫のちょっと疑いがあったらね、7万頭のね、高藤という日本のものすごい牛を叩き殺したりね、この唐木さん。そして、豚と合わせる30万頭を殺してしまったんですよ、唐木さん。まあ、偉いバックグラウンドしてやなと思って、TPP でも入ればまたこれ、モンサントもボンボン入れるのは唐木さんでしょうかね。で、こういう方が副会長で、一緒になって、朝日新聞と一緒になって、たった一人のね、こんな弱いトラコさんをいじめるわけですよ。なんか不思議なことになりましたね、と思ってね。まあ、これもね、予防接種に至っては、10兆円の利権が海外に渡っていきます。ですから、この10兆円が、私がいることで吹っ飛ぶわけですよ。だから困るわけです。ですから皆さん、ユイトラコっていうのはとても危険人物なんだと、彼らの中では思ってるわけです。今インターネットを見てるお医者さんたち、よく考えてください。私たちの
生きる尊厳、人間として生きる尊厳が最も大事なのであり、人は健康に生きる権利があると思います。ぜひそのことを頭に入れて、子供にこの予防接種をしてればどのようになるのか、子供にこのような薬を取らせればどのようになるのか、統合失調症の人がより統合失調症になって魂まで奪われるようなことになると、そのような抗精神薬を与えていいのか、今一度考えていただきたい。人間の命を粗末に扱わないでいただきたい。利益よりお金の利益が命より重いなんていうことをしていいのでしょうか。なんか真剣になりました。すみません。いやアドリブで面白いんですけど、ちょっと僕ね、また補足させていただきますけど、まあ今日はFacebook とか Twitter 僕のを見て来られたっていう人も多いと思うんですけど、まあそういう話を書くときにね、なんでこんなこと書けるのってよく言われたりします。で、その時に僕のですね、知識の中にもかなりホメオパシーの知識が入り込んでます。で、ホメオパシーの方って非常に健康な人が実は多いんですけど、で、それなぜかっていう時に僕よく挙げるんですが、一番はですね、彼らの技術とかよりも大事なものを、要するにこのホメオパスの方々は知ってるからです。ただ何かっていうと、医学の、だから本当の歴史です。皆さんがそういうことを勉強したいという場合は必ず、ホメオパシーでなくてもいいかもしれませんけど、先ほどはね、ホファー先生も虐待っていうんですか、迫害されたという話されてましたけど、それ同じ話なんですね。で、そういうことが背景にあるということを、まあ皆さんぜひですね、まあこのシンポジウムに来られたのであれば、まあ考えていただければなと思います。では最後に三つ目の質問に行きますけれども、まあさっきの DVD もつながってるんですけど、ホメオパシーはそのレメディーだけじゃなくて、さっき魂って話もちょっと出てましたが、その心のあり方とか魂的なものに対して非常に肯定的に捉えながら治療されてますね。だからまあその精神面においても、まあ回復する人がいるということがあると思うんですね。で、まあこれも同じように非常に非科学的だということを言われてますけれども、それに対して、あと現代医学ね、もう言われちゃったので、なんか質問がちょっと飛んじゃってるところあるんですけれども、まあそういうところに関して、もう一度虎拳を発揮していただければと思います。私たちが眠った時に心臓は鼓動しています。私たちが眠った時に息をしています。誰が息をさせてくれてるんでしょうか。誰が心臓を打たせてくれてるんでしょうか。私たちの意志がなくても、誰かが歌いしてくれてるわけです。となると、一人で生まれて、一人で死んでいく、こんなものではないってこと。私たちは、わけ見たまであり、大いなるものがいる。宇宙が存在するってことは、何かの意志があって宇宙が存在したわけで、意志がなければ存在しません。ですから、何かこの宇宙は、あなた方に何かをしてもらいたいがために、いるわけです。そのわけ見たまとして、その仕事をするためにこの体をもらうわけです。この体がなければ私たちは行動が起こせません。ですけども心が腐ってしまい、心が弱くなってしまい、心が萎えてしまい、何もできなくなってしまうことも人生には多いでしょう。人生は苦しみや悲しみやいっぱいあると思います。でもこの苦しみや悲しみを乗り越えた暁には光り輝くような人生が待っています。ですから強い心を持つためにはいかなることがあってもこれは起こるべきして起きたんだというふうに受け取っていただきたい。神様がくれたもんだからもらっていきましょうや。必ず乗り越えられるからくれたんですよ。もらっていきましょうや。朝日新聞であれほど叩きのめされました私たち。でも私たち生き残った理由は何だと思いますか。恐怖になってないからです。朝日新聞を愛で返してるからです。それで唐木さんも金沢一郎さんに対しても愛で返してるからです。彼らも何かの自分たちの目的があってその目的を使ってやっているわけですから、それに対して私たちは私たちの目的をやっていかなきゃいけないと思います。喜びというのは何を解けても自分自身を愛する心があるときにとても喜びになると思います。日本人は戦後60年、ずっと70年近くなりますけども、パールハーバーやったから罪悪感にまみれて否定的な感情を持ちすぎです。あなたたちは否定的に思いすぎです。日本の国を愛し、日本の旗を振り、君が代を歌い、日本を愛することだ。国を愛することで自分自身も愛せるようになるだろう。それにはインナーチャイルドを癒し、子供の時に傷ついた親に言われて、トラコお前はいらん子だったんだ、お前降ろそうと思ったんだ、
だけど、その100倍多いことは、トラちゃん大事だね。君は大事な子だよ。いい子だね。って、私が私自身に言ってあげました。そうすると涙が吹き出ました。こんなことを親には言われなかったけど、自分が自分自身を言ってあげたときに、私はものすごく癒されました。人を愛したいと思うなら、あなたは自分を愛さなきゃなりません。自分のことを罪悪感になっていたら、どうやって愛することができるだろう。人を愛したいなら、まず自分を愛しましょう。で、信仰心という、大いなるものとの従属感、へその緒がくっついている。私は大いなるものに生かされているという感覚は、ものすごい力になります。何があっても、私は自分のやりたいことをやり遂げるという力が、腹から湧いてくるわけですよ。で、そのようなことをやりたい。60になってね、私はもっともっと正直に生きたい。この167名が私に何を言ったか、発達障害の子たちが、言葉が言えない子たちが、この臨床を通してどうか自分たちが予防接種によってこれほどボロボロになったっていうことを伝えてほしいという声なき声を私は20年かけて聞いてきた。だからこそどんなに圧力が来ても無言電話が来ても潰すぞと脅かされてもやるんですよ。なぜなら私はお母さんだからな。私も子供が2人います。母親の愛は非常に強いと思います。母親の愛というのは目に見えませんが感じるものであります。ホメオパシーのリメディと同じです。母親の愛がこの子の熱を下げるんですよ。それと同じような効果が、リメディがあると思います。愛なき者は滅びていかざるを得ません。何があっても自分をまず愛すること。そうすると、いっぱい人を愛することができるようになるだろうし、最も嫌いな人の中に神を見てあげること。最も嫌いな人を愛せるようになるだろう。愛は無敵です。ありがとうございました。はい、ゆいさん、ありがとうございました。